ブライアン・オーガーは、イングランド出身のミュージシャン、鍵盤奏者、オルガニスト。1960年代は、ザ・トリニティ。1970年代以降は、オブリビオン・エクスプレスといった、ロックバンドを主催。ジャズロックをベースに、様々なスタイルのクロスオーバーを展開した、草分け的存在として知られる。近年のブライアン独学でキーボードをマスターし、1963年に、 ジャズピアニストとしてプロ活動を始める。同時期にザトリニティを結成。その後、ジミー・スミスの影響を受け、ハモンド・オルガンを弾くようになる。1965年、ロッド・スチュワート、女性ボーカルのジュリード・ドリス・コール等とスティーム・パケットを結成。R&B を主体としたソウルフルな革新的なジャズロックサウンドを追求し、イギリス国内で注目された。 その後、ジュリーと共にザ・トリニティを再興し、1968年にはモントルージャズフェスティバルに出演を果たす。ここでも時代を先取りしたクロスオーバーサウンドを展開していく。バンドにはゲイリー・ボイル等も在籍していた。1970年にはオブリビオン・エクスプレスを結成。プログレッシブロックやフュージョンに接近したサウンドを展開する。 オーガーは一貫して、ジャズ、ブルース、ロックのサウンドを土台に、アバンギャルド的な色彩を取り入れ、大衆的なジャズロックを開拓した。以降も活動休止も挟みながら、オブリビオンエクスプレス名義やソロ、他のプロジェクトにも参加し、活動を続けている。ありがとうございます。